レジュメの方戻ります。26ページ戻ってください。で、この26ページは物件についての傾向分析です。年度ごとどういうところが出ているのかと。というと、まあ、まず、毎年と言って出るのが、 この不動産物件変動177畳がらみ177畳がらみはまず毎年のように出ますただちょっとびっくりなのが去年一問も来なかったんです、はい、で次に毎年のように出るのが下の方の 溶液物件です。見てみますと。ほとんど出てますよね。で、出方が二つあって、一つが、地液権を単品で出す。地液権を単品で出す。と、もう一つは、えっ、ー、と、地上権を絡めた横断整理。地上権を絡めた横断整理。 この二つなんですよ。もちろん地上権単編出す,出す、出す、出してることもありますよ。でも大体地上権出すときは横断整理で来るんです。なん地域権は一個一個条文をしっかり見ていく。で、地上権は、他のね、制度との違いをしっかり、え、他の制度の違いっていうのを意識して見ていく。それが重要になります。はい。で、ここ最近、すごく出題が多いものがあります。それが、 これなんです。えっと、即時職は条文のカテゴリーで言うと、占有権に入っています。占有権のカテゴリーの中に即時職が入っています。ってみると、ここ最近4年連続。というか、ばーっと見てみると、2年連続出なかったことはない。もしかしてもう一回来たら、 毎年出す気なんじゃないかなって思うほどぐらいです。はい。で、ちょっと怖いかなって思っている動画一つあります。それが、上から三つ目の物件的請求権です。二年連続来てるんですね。この分野で二年連続はちょっとびっくりです。感覚としてもそんなに会いたくて出して、またもう一回出します。ちょっとこれが続くとはちょっと思いにくいんですけどね。傾向の変化はこんな感じです。 では、この物件の分野で、過去問の範囲、もしくは新論点があるかっていうと、一つございます。レジュメ32ページを見てください。えっ、ー、と、盗品または遺失物の督促。このあたりを結構細かく出す,出すようになったんです。えー、193条、えー、および趣旨読んでてください。 まあ見て分かれば結構です、えー。所有者の A がいます。 盗まれました。もしくは、落としました。B が持っています。この物を B が C に売っ払いました。今、C が物を持っています。ここで C のところで、即時取得の要件をクリアしました。ですが、この要件、即時取得の要件をクリアしても、 盗難一室、盗難一室の場合は、2年間は所有者は A です。2年間は所有者は A。だから A は C に対して、返還請求はできます。即時取得が成立しても、盗難品だった場合は、 即時職が成立しても2年間は所有権は移転しないと。えー、出身のところを見てください。盗難遺失物のように、権利者の意思によらないで、占有を離れた物については、特に真実の所有者を保護するために即時職の例外を設けた、権利者の意思によらないでと。えー、注釈。1。 要件。えー、要件の1ですが、えー、物の占有者が即時職の要件を具備すること。に、即時職された物が、盗品、または遺失物であること。詐欺、横領、恐喝の場合は含まない。ここが詐欺だった場合です。 詐欺だった場合、A の意思ってありますか ?B が A を騙して物を取ります。騙しています。騙されています。傷はあったとしても、意思はあったんです。意思に基づいて渡しているケースでは、この193条は適用されません。条文マークしてみてください。盗品または遺失物。盗品または遺失物となっています。 じゃあ次、丸三番。盗難または一室の時から2年を経過していないこと。起算点しっかり押さえて、盗難または一室から2年です。取引から2年じゃありません。盗まれたところから2年です。えー、なので、あの、実際これ審査にとってみれば、これいつ自分が所有者になったかわかんないんですよ。あの、取引してから2年後であればね、 いつ取引したか C さん分かるから、自分が消費者になった時期は分かるんだけど、その物品が元ね、いつ盗まれたか、いつなくしたかなんて、C さん分かるわけないんですね。はい。いうことで、今言ったのはね、この条文に対する批判なんですけどね。え、こちら。え、ぜひね、この起算点を押さえておいてください。 で、その下行きましょう。1。えー、回復請求権者は、被害者または遺失者であり、所有者に限られない。所有者に限られない。括弧一、1。賃借人受記者も含まれる。現所有者は、も、現所有者も本所に基づく回復請求はできる。絵をご覧ください。えー、こがいて、右の A、甲がいて右の A に、 あるダイヤ、動産を貸していたり、もしくは預けていたんです。A から上の B。このダイヤを盗まれる、もしくは落としてしまい、B が持っています。で、この B が右の C に売り、C が即時処の要件をクリアしています。で、この場合でも取り返すことは可能です。じゃあ誰が取り返せるかと。というと、 まず、所有権者はこうです。物件的請求権なんですから、このこうが C に対して返せと言えるのは当たり前です。はい。で、それだけでなく、C も返せと言えるんです。 え、この193条が物件的請求権と考えると、んなんで A が言えるんだろうと。えっと、所有権を持っているのはこうなんだから、え、A、こうが言えばいいだろうと。物件的請求権使うのはこうだけじゃないかと、と思うとこです。上の条文を見てください。被害者または、 移出者はと言っていますまさにこの A は盗難の被害者まさにこの A は一室の一室者にあたりますだからこの A についても回復請求ができるんですじゃあ次括ッ2を読んでください 今回の上の図で A が七賢者、A が七賢者とします。えつまり、公にお金を貸してダイヤを預かる、預かって七賢を刺したという人だとします。この同産の七賢者の場合、回復請求はできないと返されています。で、これは条文です。 353条。動産試験者は、七物の占有を奪われたときは、占有開始の訴えによって、のみ、のみ、その七物を回復することができる。占有開始だけだと言っちゃってるんですよ。条文がここまでのみと言ってる以上は、他の手段はできない。と考えるのが素直です。